フェリックス・メニール、フェリックス・エティエンヌ・ピエル・メニールは、フランスの生物学者である。熱帯医療の分野で働いた。ノルマンディのアマイン・ビル・レ・ラプティに生まれた。エコール・ノルマル・シュペリウールで、動物学のアルフレッド・マチュージ・アールに学んだ。微生物学、遺伝学のモーリス・コルリーはクラスメイトである。1892年からパスツール研究所で働き、イリア・メチニコフの研究室でも研究した。 パスツール研究所企業の創刊者の一人である。熱帯医療の分野で活動し、1920年にフランス領赤道アフリカのアフリカ睡眠病の調査団などに参加した。ノーベル生理学・医学賞を受賞したシャルル・ルイアル・フォンス・ラブランとともに、リーシュマニア症の原因となる新しい現中についての発表を行った。1920年にチンパンジーに、 マラリア原虫の一種のプラスモデウムバイバックスを使って罹患させる実験に初めて成功した。1921年にフランス科学アカデミーの会員に選ばれ、1926年にフランス動物学会の会長を務めた。メニールは植物の学名で命名者を示す場合にフェリックスメニールを示すのに使われる。ありがとうございます。